ルイス・ボータ・ルイス・ボータは、南アフリカの政治家。アフリカーナー。南アフリカ連邦の初代首相を務めた。ボーア戦争時のボータ・ボータは1862年9月27日、トランスバール共和国のグレータウンのグレータウンにて、生まれた。ボータは、農業で成功し、広大な農地を持つ地主となった。1897年、フレーヘイト選出の国会議員として、 トランスバール議会に席を得たボータは、2年後に、ボーア戦争が勃発するとルーカス・マイヤーの下で、北、ナタールを転戦し、コレンソの戦いやスピオンコップの戦いで、イギリス軍を破って、名を挙げた。その後最高司令官、ピート・ジュベールの下につき、ジュベールが福幕園で3月28日に死去すると、トランスバールの軍司令官となり、ジュベールなびき下にあった軍を率いて、 イギリスと戦った。首都プレトリアが陥落すると、ボータモ・コース・ドラレーや、クリスティアーン・デベト、ヤン・スマッツや、ジェームズ・ヘルツ・オークラとゲリラ戦術を取り、鉄道や軍事施設を襲撃して、イギリス軍を苦しめ、ボーア人の人口以上のイギリス軍相手に2年間持ちこたえた。1899年11月15日の、イギリス軍走行列車への攻撃時には、 従軍記者として、イギリス軍と行動を共にしていてた後の英国首相、ウィンストン・チャーチルを捉えた。1902年、イギリスから幸福勧告と講和条約の提案が来ると、ボータも賛成派に回り、フェリーニヒング条約に調印する。これにより、トランスバールとオレンジ自由国の独立は失われ、両国は植民地として、イギリスの直接統治を受けることとなった。 ケープ植民地総督のアルフレッド・ミルナーらは、両植民地をイギリス化することを望み、英語の公用語化を行い鉱山つかさどら、イギリス系中心の統治を行った。これに反発したボータとスマッツは1905年、ヘッドフォルクを結成して、アフリカーナーの団結を訴え、ボーア戦争中にイギリスに投降したり、協力したボーア人をもまとめることに成功した。 オレンジ川植民地において同じ活動を行ったヘルツォークとも協力し、1906年に両植民地での議会解説を勝ち取った。1907年に行われた選挙においてヘッドフォルクとボーア派は対象し、1907年2月4日、ボーオータはトランスバール首相に就任した。トランスバールの政権を握ると、 ボータとスマッツは南アフリカにある4植民地の合同を提案した。1908年にダーバンで行われた統一会議において統一の基本線が決められ各植民地の支持を受けて1910年5月31日に南アフリカ連邦が成立するとボータは首相に就任した。統一後、ボータはスマッツと南アフリカ党を結成し党首となったが イギリスや鉱山主たちに配慮した政治を行ったため、アフリカーナーの勢力拡大を目指すヘルツオークと衝突し、ヘルツオークも1914年に国民党を結成して内閣から離脱した。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ボータは参戦を決め兵力を送り、またドイツ領南西アフリカの占領を計画したが、これに不満なアフリカーナーたちはデベトやサロモン・マリッツの 元でマリッツ反乱を起こしたものの地が圧された。作戦自体はアフリカ戦線の一環として続行され、南西アフリカは南アフリカの支配下に入った。1919年のベルサイユ条約においては条件が中央同盟国に厳しすぎるとしたが、最終的には調印した。ボータが亡くなったのは同年の8月27日で心不全のためプレトリアで没した。 世界の電気チャーチル。行政。P94 レナード・トンプソン長。宮本正雄。峰洋一。吉国常を焼1995南アフリカの歴史。赤石書店 ISBN 47億5030万6991。 p263http コロンスラッシュスラッシュ pape rspast.natlib.govt.nz スラッシュ cgei dash bin スラッシュ pape rspast a イコール d& t イコール wh1907 番306.226.1レマードトンプソンチョ宮本正樹 ミネオイチ、ヨシクニツネオヤク、1995、南アフリカの歴史、アカシショ ISBN47 億5030万6991、P281 から282、ありがとうございます。